まあ、じゃあちょっとステロイドからまあ、まあ、よく振ってね、一滴飲ませます。よし、飲んだ。はい、蓋してください。そうか、飲んですぐじゃないんだったらそういう問題じゃないんだね。多分そうですね。ねえ、飲んでるもんね、家庭上手に素直に飲みはするね。割とそうね、上手に飲んでくれますよね。それであの舌を動かして飲み込んでますもんね。まあ、じゃあこれでちょっと吐くか吐かんか。あんまり吐くんだったらさ、ちょっと考えながらね、それ。そうですね。毎回だったら。多分2、3日は平気なんじゃないかなと思うんですけど。飲み始めれば大丈夫。飲み始めれば大丈夫です。大丈夫。そこら辺さ、ちょっと吐いたとか吐いてないとかさ、ちょっとメモしてもらっていいですか。はい、じゃあ OK です、はい、じゃあ受付でね、この袋に入れてね、はい、出しますね。じゃあ、あのくれぐれもこの A はまあいつもと変わらないけど、この B の飲み方ね、はい、2日に1回、2日に1回で、今日は飲んだけど、明日はあら夜でお願いしますね。 あんまり吐くようだったら止めちゃった方がいいんですかね。そうだよね、止めないとさ、体重落ちてるんだよね、はい、現実問題として。だからもう多分今日だけだと思うんですけど、体重落ちてるのが本当。まあ、あんまり吐くんだったらもう薬もダメですね。吐かないのを止めてください。はい、急に止めちゃっても大丈夫は大丈夫。大丈夫です。あのスロイルのことでしょ。あ、はい、まあ一応止めるなら両方止めちゃうんですけど、うん、両方止めてもらっていいんですよ、あんまり吐くんだったらね。わかりました。じゃあお薬ね、ご用意しますんでね、ちょっとお待ちください。